情報局破壊範囲は、大矢部春彦が1965年に発表した、ハードボイルドスパイ小説。1964年に、伊達国彦地球をかけるモナコ王国危機一発の、大で、朝日芸能に連載され、翌年に、徳馬書店から単行本が刊行された。以後、1989年までの漢本には、伊達国彦地球をかけるという副題が付された。 現在は電子書籍化されている。電気会社ノットリに失敗し、日本を脱出したダテ邦彦は、イギリスの別荘で、ひっそりと生活していた。だが、日本での悪事を知った英国秘密情報部が接触。特殊訓練を受け、情報局破壊範囲 YG-9 の分類番号を与えられた。モナコで行われていたカーレース大会で、 突如出場者の一台が火を吹いた。そのままメインスタンドに転落、後続の車も巻き込まれる、大事故となった。しかし、その騒ぎの途中で王国王子と王女が誘拐されてしまう。後日、ゴークフランを要求する手紙が舞い込む。誘拐犯が大富豪、アントン・アナシスであるとの確信を得た英国情報部は、YG-9 だテクニヒコをモナコへ派遣。 国彦を待ち受けるは敵との緊迫の駆け引きだった。朝日芸能連載時の写真へ。ありがとうございます。